はようございます、今日は 16.6 度、気温 16.6 度、湿度 93%、室温が 19.6 で、湿度 53% ですね。まあ外の、気温が 16.6、 まあ気温が下がれば湿度はどうしても上がっちゃいますよね。夏場みたいにこう温度が高ければ、その状態で、湿度が上がると、まあ、大体、ジメジメ感がありますけど、ここまで気温が下がってると、ジメジメ感にはならんでしょうね。はい、室温の 19.6、 さすがにエアコンを入れとかんでもいい、季節になってきましたね。はい、10月25日ですね。はい、で、今日のコーヒーは白いカフェテラス、白いカフェテラスになっております。これですね。で、今日の格言、制約は広角レンズから望遠レンズに変更しただけである。まあ望遠レンズと、まあなんつうんですかね、広角レンズ、例えば、28mm の広角レンズから、例えば80とか120とかだとか、まあ望遠に、変わるわけですけど、そうなると、射角が変わりますよね。射角が変わるっていうことは、まあ、見るとこが違ってくるわけですよ。で、例えばカメラで、例えば写真撮るときにこう望遠レンズ、例えば、まあ、広角レンズでもいいんですけど、広角レンズをこう使ってる状態で、望遠に変えると当然、被写体が近づいたような、まず真ん中に合わせてきます。被写体が近づいたような状態になるわけなんですけど、これって逆に言うと、人間が一歩二歩前に、行った状態でも同じ現象なわけですよ。まあ正確にはああいう被写界深度とかなんかが変わっちゃうんで、一緒ではないのは分かるんですけど、例えばカメラを持った人間が例えば5メーター前まで行けば、当然被写体と、5メーター距離が縮まったわけなんですよね。で、これと同じのが多分、例えば、制約はという部分で言うと、例えば焙煎機を移動させる日にちをもう決めたわけですよね。もういつ焙煎機を、移動させるとこう決めるわけですよね。決めておるわけなんですけど、11月1日に、移動させようというふうに決めるわけですよ。とそれに合わせて逆に言うと、物事をやっていかなきゃいかんわけですけど、一日一日と、まあ当然移動させる、日にちが近づいてくるわけですよね。こうするとそれまでに何をやっとかないかん、何をやっとかないかんっていうのを結局、現場の人間、まあ現場っていうのは、まあ僕は現場なんですけど、そうすると、焙煎機をこう移動させるっていうことはもう単純に言葉では簡単なんですけど、現実には重たいものを、まあ、台車に乗せてゴロゴロと、まあ新しい店舗の方へ運んでいく。でもっと言うと、その状態でなんとか、形持ってこなきゃいかん。で形持ってった後、最終的には動かせる状態、にしなきゃいけない。だから現場の側ってそういうの全部、やってかねえいかんわけですよね。だからどれをどうやるかっていうのも
全て、まあ、やっていかないかんわけなんですけど、あと一日一日という日にちの制約っていうのがこう起こるっていうことは、その分だけ、近づいて本格的に、移動させることを真剣に考えていかないかんわけですよね。そして、豆も、在庫をある程度作っておかなければいけない。当然この在庫を作らずに、行くと危険ですからね。だからそれも必要である。でましてや新しい店舗に煙突の穴を開けて、やるわけですから、まあ当然煙突は新しい煙突を、まあ、用意はしたんですけど、そういう意味合いで言うといろいろと、大変は大変だろうなというのは思ってますよね。だからそう考えるとあれなんですね、ちょっと、日にちが近づいてくるとちょっと、まあちょっと不安な部分もありますよね。実際に前回ここの店舗に、まあ、持ってきた時は、まあ、当然店を、まあ、壊してたんで、まあ、持ってくるしかないわけですけど、もう今こうやって動いてる状態の機械を、もう一回向こうへ移動させるっていうのは、まあ、結構勇気はいりますよね。まあ、特に、まあ、うちの機械の場合はいろいろな、まあ、線がつながっておって、まあ、ある意味ワイヤな状態になってる機械なんで、それをこう運ぶっていうのはちょっと結構大変は大変ですよね。ただまあそうは言っても運ぶしかないので、まあ、頑張りますがね。今日の格言で言うと、まあ、広角レンズっていうのは結構いろいろな情報が映り込むわけですよ。まあ、いろいろな情報っていうのは、例えば広角レンズっていうのは当たり前ですけど、例えば焙煎機を、まあ、撮ったとします。焙煎機を撮ったとしたら、焙煎機以外のものもいっぱい映り込みますよね。でその、広角レンズで撮った写真で、じゃあ、ここの焙煎機の、ここの、取り付けの構造はどうなんだろうかっていうのを、見るのはまず、まあ、無理ですよね。そうするともっと、細かい、ピンポイントが映ってる、情報でないとやっぱりそれはできない、わからないわけですよね。だからそういう風で言うと、まあ、いわゆるアップの情報が必要になるわけですよ。だから現実に、今、まあ、焙煎機を移動させるときに、何が必要かなというのをやっぱり、気にしながら、おるんですけど、特に、動かす状態になったときに、必要なものがないというのは一番怖いですからね。いざ動かそうとした時に、動かせないっていうのは怖いですから、やっぱそこら辺を考えるとちょっと、早いとこやってかにいかんなという気はしますよね。まあ、それとやっぱり、まあ、メモ在庫をちょっと作っとかにはいかんのに、思うように結局、焙煎の方に時間が取れずに、思うようにできてないというジレンマもあるし、まあ結構このいろいろ、大変だなという気はしっておりますよね。まあ、それでもとりあえず
はい、頑張ってまずは焙煎機を移動させるのに、力を入れようかなというふうには思いますよ、うん、まずは白いカフェテラスですね。どちらかというとコーヒーをあまり飲まないんですけど、まあ、昨日は、こっちに、仕事で、来とったんで、店の方に来とったんで、まあ、全然飲んでないわけではないんですけど、まあ、通常と比べると、まあ、飲んでないので、こうやって、入れたてのコーヒーをじっくり飲むとは、やっぱり、コーヒー入れたてうまいなというふうに思いますね。はい、それではですね、宣伝の方を行きます。はい、今一押し、世界のマウンテン予約しております、店頭での予約しております、世界のマウンテン、ネットの方はもう、閉めておりますけどね、あまり数が増えすぎるのも、作る方が大変なのでという感じですね。からまあブルーマウンテンですね。ブルーマウンテンの、オープン記念のブルーマウンテンですね。これも、やっております。これも、予約受付中でございます。はい、ということで、今日はここまでにします。